東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか漫才コンビ「今行くよ来るよの今行くよ」本名・里山雅子さんが28日午後5時58分胃がんのため入院先の大阪府内の病院で死去した。 67歳だった所属する吉本クリエイティブ・エージェンシーが29日発表した「行くよ来るよ」と共に80年代の漫才ブームを支えたザ・ボンチが29日大阪・ナンバグランド花月での出番前に報道陣に対応ゴールデンウィーク中の行くよさんの舞台をせいで見ていた2人は先輩の突然の不法を悼んだ里見雅人 同じ時代を一緒に頑張ってきた仲間ですからただただびっくりしているゴールデンウィークに元気にやってらっしゃっていましたから言葉がないです元気でした憔悴しきっているとかそういうことは一切なかった本当に普通に淡々と舞台をなさっていました楽屋からも笑い声が聞こえていました最近は偉い時代を一緒にやってきたな とずっとおっっおしゃっていたこれから我々の年代の人は本当に楽しい舞台をできるそういうところに来ているのにそこを考えると仲間としては手足もぎ取られる気分そこが悔しいし寂しいです女性コンビでしたけどこんな男前のコンビはない関西でこんな赤抜けしたコンビはない本当に素敵なお二人でした来るお姉さんには元気でいてもらわないと いけませんからみんなで応援して微力ながら一緒に頑張っていきたい盆地治む。残念です確かに痩せてはったのは痩せてはったけど背筋が伸びていたのでそういう心配はないと思っていた一緒に戦った仲間一緒に青春を歩いてきた仲間このままいい年の取り方をしていつまでも現役の舞台をやっていきたいネット上の声 なんだか悲しいいのある人が次々と消えていく。もう、二度と、お二人の漫才が見れなくなるのは、寂しくなります。ご冥福をお祈り申し上げます。こういうとき、仲間がいるっていうのは、本当にありがたい。ライバルであり、親友である存在がいることが、一人では悲しみに押しつぶされるだろう。いくよ来るよの漫才を見られなくなることが、残念です。今、いくよさんのご冥福をお祈りします。